地域のランドサット衛星写真アキルノ市は、東京都多摩地域西部に位置する市。1995年9月1日に、秋川市と五日市町が合併して発足した。東京都心から40から5 0トル圏にあり、東西1 8トル、南北1 2 7キロメートルに広がる市である。市の西部は、関東山地の一部をなす山々がそびえ、中心部に、 五日か一盆地が広がる。東部は秋川砂岩の河岸球である秋留田市草花球陵が広がる。年間平均気温は約摂氏13度。内陸性気候であり、中央高知式気候の特徴が見られる。冬は都心と比べると冷え込みが厳しく、ほぼ毎日冬日で山間部に近い地域では積雪も多い。真冬日も存在する。 旧秋川市付近の東部と旧五日市町付近の西部とでは気候に違いが見られ、西部の方が東部より全体的に気温が低い。標高が高いことも関係し、西部では夏はそれほど暑くならない。秋留の市発足以前秋留の市発足後古来より秋め、秋留、秋留の地名があったことと旧五日市町に秋留神社があることに起因する。市名を決める際、 秋川市が主張する、秋留と、五日市長が主張する、秋留で2分し、ひらがな表記とすることで決着がついた。2005年時点で、夜間人口は79,581人である。市外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの、市内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は67,814人で、昼は、 夜の0.852倍の人口であり、夜間に比べて昼の人口は1 2二千人弱ほど減る。通勤者、通学者で見ると、市内から市外へ出る通勤者21,596人、市外から市内へ入る通勤者は11,127人で、通勤者では市外へ出る通勤者の方が多く、学生でも市内から市外に出る通学生は3,456人、 市外から市内へ入る、通学生は2158人と、学生でも昼は市外へ流出する人数の方が多い。なお、国勢調査では、年齢不詳の者が、東京都だけで16万人をおり、この校の中夜間人口に関しては、年齢不詳の人物は数字に入っていないため、数字の間に、若干の誤差は生じる。飽き市では住居表示に関する法律に基づく、 住居表示は実施されていないが、土地区画整理事業施行区域等においては、町名と地盤を整理する方法により住所整理が実施されている。市内にある金融機関は、リソナ銀行、西部信用金庫、大梅信用金庫、多摩信用金庫、JA 秋川である。秋留の市立マスト小学校の38歳の男性教諭が、 2019年5月から2020年6月にかけて3人の児童の上履きをロッカーに隠して使えないようにしたとして2020年10月15日に器物損壊の疑いで逮捕された。教諭は別の児童の防災図金に死ねと落書きしたなどとして1ヶ月前に逮捕されていて警視庁がロッカーを捜索したところ児童の上履きを発見した。教諭が逮捕されたことについて アキルノ市教育委員会は謝罪した。国内海外私立図書館についての詳細は、アキルノ市図書館ホームページを参照。高速道路、一般国道都道主要地方道一般都道、アキル神社 JR 五日市線の駅周辺の施設も参照。バレーボール、ありがとうございます。